ごめんね、ルパン。映画ルパン三世で峰不二子役を演じた黒木メイサさんが先週ロサンゼルスの映画祭に登場、お話を伺いました。今年4回目となる日本映画を集めた映画祭 LA 映画フェスト2014、先週末ハリウッドで行われ、バラエティに富んだ最新の日本映画が上映されました。ルパン3、オープニングを飾ったのはルパン三世。1971年にテレビアニメシリーズも始まった人気漫画の実写化で、天才泥棒ルパン三世とその一味が世界で最も美しい秘宝クリムゾンハートを狙うオリジナルストーリー。日本で先月公開したばかりで大ヒットしている今話題の作品です。そんなルパン三世からスペシャルゲストとして登場したのは峰不二子役の黒木メイサさん。多くのメディアとファンに囲まれながら、北村監督と山本プロデューサーとともに舞台挨拶を行いました。この舞台挨拶前に黒木メイサさんに FCI ニュースキャッチが単独インタビュー。映画についてプライベートについて伺いました。黒木さんは2004年に塚公平演出の舞台で主演デビュー。風のガーデンや人気ヘルパーなど数々のドラマや映画、舞台に出演してきました。そうですね、やっぱりいろんな意味で話題性のあった作品ですので、やる前からやっぱりルパン三世が実写化ってなった時にキャストが発表される前、やっぱりみんなが誰がルパンやるんだ、誰が藤子やるんだっていうことで気になっていたし、それがやっとこう撮影も終わって公開して無事にいろんな方に見ていただけてるのは単純に嬉しいですね。躊躇はありましたね。最初は台本いただいて監督とプロデューサーと話して、もうこれはぜひやりやって、みんなでこう日本にかっこいい映画を見せようっていうことで、すごく熱い方たちばっかりだったので、もうこの大船に乗っかっちゃおうと思ってやりましたね。今回のその実写版ルパン三世の峰不二子は台本で読んでてもすごく肉弾戦が多いっていうか、結構その強い不二子像が台本を見てても浮かんできたんですけど、こうやっぱりアクションやってると、でしかも相手が男性だったりとかするとやっぱりすごい力入っちゃうし、一生懸命になっちゃうから、うーとかって言っちゃうんですけど、監督に、おい藤子セクシーにやってくれよとかって言ってこう言われながら、どうにかこうにかアクションコーディネーターとも話しながら、どういう風にやったらこう女性っぽいのかとかっていうのをやりながらやってました。2012年に元カトゥーンの赤西仁さんと結婚した黒木さんは一児の母でもあります。お話し出すとね、もうね、語り尽くせないんですよなんて言えばいいのかな、全てが変わったって言った方が、伝わるかな。ただじゃあ自分で、じゃあ母親になったからこのお芝居するときにこう変わりましたっていうことではなくて、全体的にもう全て人生の中でのまず優先順位とか、命をかけるって守らなきゃいけない存在があるっていうこと自体が今まで私は経験したことのないことだったので、母親になってみて気づくこう自分の親のこととかっていうことが、いろいろその人として、そのなんだろうな、いろんな見方、物事に対していろんな見方をするようになったのは、その自然とお芝居をする上でもこうプラスに影響してくれるんではないかなとは思ってます。視聴者の皆さんにメッセージをお願いすると私がメッセージ欲しいですよ、皆さんから本当に素晴らしいと思います。なんかもうスポーツ選手とかもそうですけど、こうやって実際私も今回ロスに来てみて、いろんなところで日本人がその外の世界というか、日本から出て外国で活躍されているのはすごく励みになりますし、大変なことももちろんあると思うんですけど、心折れずに頑張っていただきたいなと思います。